アメリカ合衆国への忠誠心の先生である。中世の誓いはしばしば合衆国の公式行事で暗唱される。アメリカ合衆国議会の会期も、また、中世の誓いの暗唱で開始される。現在の中世の誓いは以下の通りである。国旗規則により、中世の誓いは合衆国国旗に顔を向け、右手を左胸の上に置き、 起立して暗唱しなければならないと定められている。私服の場合は、宗教的なものを除く、いかなる帽子も取り去り、左胸の上に置かれた右手で、左肩の上に掲げなければならない。軍服を着ている場合は、無言のまま国旗に顔を向け、軍隊式の敬礼を行う。国旗記念日に、中世の誓いを暗唱する学生、中世の誓いは、 バプテスト派牧師でありキリスト教社会主義者であったフランシス・ベラミーにより1892年に寄贈された。ベラミーの手による最初の中世の誓いは人気子供雑誌ユースズ・コンパニオン誌の9月第8号にクリストファー・コロンブスのアメリカ大陸発見400周年を記念する全国公立学校。 コロンブス記念企画の一部として発表された。ベラミーによる忠誠の誓いは、アイプレジアリージャンスツーマイフラッグザ・リパブリック、フォーウィッチ・イット・スタンズ、ワンネーション・インディ w i ジブル・ウィズ・リバティ・ n d j ジャスティス・フォー、オールという内容だった。先生は勘にして、用を得ていることが求められると考え、ベラミーは、先生を15秒で暗唱できるように設計した。最初ベラミーは、 用語、イコーリティとフラタニティを用いることを考えていたが、多くの人々が女性と黒人に平等の権利を与えるのに反対していたことから、それらの言葉は余計な議論を呼び起こすと考えた。ベンジャミン・ハリソン大統領の発案により、中世の誓いは、コロンブスデーの1892年10月12日に、公立学校で初めて行われた。この日は、 イリノイ州シカゴで開催されたシカゴ、バンコク博覧会の開催式の日という点でも重要だった。ベラミーは、この先生と全国の子供たちの交流は、国家の連帯感の素晴らしい発言であると考えていた。1923年、合衆国国旗会議は、用語、マイフラッグを、ザ・フラッグ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツと言い換えることを制定した。変更の理由は、 移民がどちらの旗に対して宣誓を行っているのかを明確にするためであった。翌年、オブアメリカが追加された。合衆国議会は、中正の誓いが公式の国家への宣誓であることを、1942年6月22日に公式に決定した。ベラミー式敬礼で国旗への誓いを暗唱する学童1940年に、合衆国最高裁判所は、 ミナースビル教育委員会体ゴビティス裁判において、国旗への敬礼を偶像崇拝とみなすエホバの、承認の指定であっても、公立学校の生徒に対しては、中世の誓いの暗唱を強制する判決を下した。この判決が下された際に、エホバの承認に対する集団暴行や、脅迫事件が多発した。1943年のウェストバージニア州、教育委員解体。 バーネット裁判で最高裁判所は、上の判決を覆し、強制的な意見の統一は、合衆国憲法修正第1条に照らして意見で、あるとの判決を下した。誓いの暗証は敬礼と共に行われる。1892年に採用された初期の敬礼は、ベラミー式敬礼として知られる。ベラミー式では右手を外側に伸ばして、手のひらを上に向ける。 この敬礼はやがて手のひらを下に向けるやり方に変化した。ベラミー式敬礼がナチス式敬礼と似ていたことからフランクリン・ディール・ルズベルト大統領は中世の誓いと国家政省の際の民間人による敬礼としてベラミー式の代わりに右手を心臓の上に置く姿勢を制定した。合衆国議会が 国旗規則を公式に採用した1942年6月22日からこの敬礼が行われるようになった。ありがとうございます。